さあ江戸さん、はい、今回はですね、うん、はい、プロレスラーのですね、はい、まあ昭和を活躍したプロレスラーという形でですね、はいはいはい、ザ・グレート歌舞伎さんはご存知ですか？ザ・グレート歌舞伎はもう知ってますよ。知ってますよね。どこ切りの、そうなんです、はい、まあこれはね、魔界の住人グレート・ムタ、はい、グレート・ムタっていうのも元々まあこの歌舞伎さんの、はい、アメリカでね、歌舞伎さんの、まあ、息子っていうかジュニアっていう形で登場したんだ、だから、はい、ムタがあんのもこの歌舞伎さんがいたっていうね。そうですよね。その部分でね、はい、非常に大きいこのグレート歌舞伎さん、かぶってるとこいっぱいありますもんね、ムタさんね。格好もよく似てるので、ね、そうなんですよ、それはこの歌舞伎さんがアメリカでフィーバーしたから、はい、その息子というフレーズでムタが登場したと、はい、で先日ムタがですね、はい、ノアの興行で、はい、実は降臨したんですよ。引退してるんですけどね、はいはいはい、武藤さん、そしてまあ、もちろん化身グレートムタという形で先日引退されたんですけど、はい、日本マット1月のラストマッチ以来に実は姿を現したんです、ムタが。ムタが、はいはい、でムタはアメリカの WWE のレッスルマニアで名誉殿堂入りを紹介されたことが最後となっている、はい、でムタは、この大会のアンバサダーを務めたこの、ノアの大会で、ファンキーモンキーベイビーズ、知ってますか？ファンキーモンキー、わかんないです。ファンキーモンキーベイビーズっていう君に捧ぐただひとつのとか、はい、まあいろいろヒット曲を出してはる歌ですよね。そうです、歌は知ってますよ。まあ、ファンキー加藤さん、ファンキー加藤さんっていうプロレス好きで、はい、よく、ね、はい、こういうプロレスのイベントでも出てはるんですけど、このファンキー加藤さんにいきなり毒斬りを噴射、ファンキー加藤さんに、ファンキー加藤さんにムタがいきなり毒斬りを噴射したんです、はい、そしてスプレー缶を取り出すとマットに娘、はい、と思われる文字を書き起こしてリングを後にしたというね、はいはい、こういう行動があったと。でこれ娘とはどういう意味なのか、はい、まあ、娘、おそらくこれはね、ハッスル昔にあったね、あ、はいはい、多分インリンさんのことを指してるかもしれません。インリンオブジョイトですね。あ、インリンさん、ハッスルに上がってたでしょ。出てましたね。ひょっとしたらこの娘はインリンさんを意味してるのかもしれませんけど、まあ、謎が読んでいる、はい、でこれが実は父ならばっていう形でさっきの歌舞伎さんが出てくるんですね、はい、もし父ならばこれ答えはもう東洋の神秘ことザ・グレート歌舞伎であると。ムタは1989年プエルトリコからアメリカに上陸した際に、はい、ザ・グレート歌舞伎の息子として売り出したと。うーん、歌舞伎はペイントレスラーの草分け的存在で1980年代に全米で爆発的な人気を呼んでいた、はい、先ほども申しました、まさにムタの父と呼ぶにふさわしい存在であったと、はい、そして歌舞伎さんの正体は高千穂明久さんね、はい、もう高千穂というのもリングネームなのかな。そうですね、あの人確か歌舞伎さんが出身地が宮崎やったんだ。ああ、そうなんですか。でそれにちなんで、高千穂明久で、あ、そういう意味合いがあって、はい、高千穂明久というリングネームだったんです。そうですね。でそこから、まあ、歌舞伎になったということですね、はい、まあ、高千穂明久さんは日本プロレス、全日本プロレスを経て73年にアメリカへ渡った、はいはい、で素顔で最初は全米を転戦していたが、81年にテキサスで、はい、マネージャーのゲイリー・ハートのアイデアで日本の歌舞伎役者をモチーフとした、はい、ザ・グレート歌舞伎に変身したと。はあはあはあ、でコスチュームは般若の面ね、はい、般若の面に、連獅子姿や鎖片びらに日本刀を構えた忍者スタイル、うん、はい、まあ、忍者っていうのはこれアメリカで受けますよね。受けますよね。そういったことをモチーフにして、外歌舞伎という部分とね、日本の歌舞伎、はい、で忍者を振り回し毒斬りを吹く異形の東洋人は、はい、アメリカ人にとっては衝撃確かにそうですよね。確かに。で、まあ、ヒールという形ながら全米各地で大人気を呼んだと、はい、そしてアンドロジャージャイアント、はい、ブルーザーブロディ、はい、ハーリーレース、はい、ダスティーローデス、はい、リックフレア、はい、これらのスーパースターとも戦い各地区で数多くの王座を獲得したと、はい、もう、アメリカのトップ往年のトップスターの人だってあるんですね。そうです。今言った名前っていうのは僕全員がねリアルタイムでは知りませんけれども、やばいですよ、全部名前知ってます、はい、まあ、その歌舞伎さんが凱旋帰国を果たしたのが83年2月11日の後楽園大会のジム・デュラン戦であると、はい、これが登場した。会場が暗くなると闇の中に、ね、太鼓の音が小刻みよく流れる、それは歌舞伎歌舞伎の大コールにかき消されるぐらい歌舞伎コールがすごかった、はい、そして黒と緑の般若ペイントの顔を忍者マスクで隠し、はい、黒の空手着、はい、袴、直旅姿の歌舞伎がリングに立ったと、はい、でアメリカのリングの歌舞伎がそのままいる、ね、一斉一斉に伝統がね、はい、灯ると歌舞伎の口からこうですね、グリーンの霧が吹かれる、はい、相手を威嚇する毒斬り、
はい、これ毒蹴りっていうのも歌舞伎さんが初めにやったんだな。そうでしょうね。それまで見たこと僕はないっすよね。だから僕がプロレス見始めた頃って歌舞伎さんしか毒蹴り入ってる人って、とじゃあ毒蹴りというのは歌舞伎さんのアイデアで、そこからまあそのね息子であるムタ、はい、まあいろんなレスラーが毒蹴りというものをね、やってます。まあその走りですよ。そうですよね。でそういったような形で、まあ、取っかかりを制した歌舞伎さんはヌンチャクをさらにピンピンピンと振ります、はい、ヌンチャクめちゃめちゃ上手なんです。入場してきた時にね、はい、ててて音楽で入場してきて、こう、はい、中央に立ってこうヌンチャクをファファファと振り回すようなね、はいはい、パフォーマンスだった、両手で当たりますもんね。そうですよ。すごいね、うまいですよね、日本持って、まあ、そんな中ピンピン振り回しながら、まあ、はい、対戦が始まって、デュランは一歩も動けない歌舞伎のクロウがスルスルと顔面を襲い、はい、首頭パンチ、円錐切りと独壇場の中、はい、左アッパーカット2発を顎に倒れて、確かにアッパーカットで押し上げましたよね。もう、あのアッパーカットは結構痛そうだったんで、見てて。そうですよね。でコーナーで待ち構えると、歌舞伎のトラスキックもよくしたら、はい、ヒットし、歌舞伎はロープ2段目から地獄突き、デュランはピクリとも動けなくなったというような独壇場だったと、はいはいはい、でこのシリーズというのはジャイアント馬場さんが実は欠場してきて、その代わりと言ってないんですけど、その感じで逆に歌舞伎ブームっていうのが全国どこでも超満員という形。ジャイアント馬場さんが欠場して、人気レスラーのジャイアント馬場さんが欠場したんですけど、この歌舞伎ブームという形でどこの会場も超満員やったと、はい、まあ、当時の関係者によると馬場さんが嫉妬するほどの人気があった、うん、はいはいはい、興行収入も大幅にアップ、そして同年12月にはリック・フレアの NWA 世界ヘビー級王座に挑む、はい、全日本の主役の一人と一気に飛躍したということで、リック・フレアに挑戦してたんですね。それはすごいですよね。うん、めちゃっぽいね、リック・フレア。リック・フレアってのもアメリカンプロレスの、まあ、ね、ホーガンと同様ぐらいのね。そうですね。もうほんま、レジェンドですよね。そうですよね。まあ、そういったことを経て、その後、再度渡米すると、90年に全日本を退団する。全日本プロレスを退団するんですね。はい、その前は全日本プロレスにいました。はい、そして、まあ、これ、天獣さんと同じとかと同じように、SW レストという形でね、メガネスーパーがプロレス界に先、はい、入ってきて SWS という団体を立ち上げた、はい、でいろんな選手を引き抜いた中の天竜さんも含めて歌舞伎さんも SWS へ行った、はい、ね、で新日本にもその後参戦し、平成維新軍の一員として活躍ありましたね。平成維新軍ありましたね。これさ、腰永史郎さん、腰永史郎です。ヒッパタックの腰永史郎さん率いる平成維新軍としての一員として活躍、はい、そして93年5月大阪ではなんとムタとの親子対決も実現、はいはい、6月武道館でも親子対決となったり、この時はちょっと親子対決というのがあったということですね、はい、そして IWGP ヘビー級王座戦が実現したというような形で、はい、そう、歌と IWGP ヘビー級王座っていうことになるのかな。歌舞伎さんやったんですね。だったかな、うん、そういう形で98年8月大阪ドームでは歌の今度は親子タッグ、歌と歌舞伎の親子タッグで大歓声を浴び、まあ、同年に一度引退するも、その後も気を見てマットに上がり続けた、はい、歌舞伎さんから無駄に継承された邪悪の魂は誰が継承するのか、うん、まあ、この、まあ、言うたら無駄も引退しましたんで ね、 そうですね、この系譜っていうのは今後どうなっていくのか、ある意味日本プロレス界の伝統と言いましょうかね。そうですね。非常に日本を代表するプロレスとしての一つのギミックですんでね、これを誰かが継いでいくのかっていうのもちょっと今後のプロレスどうなっていくのかなっていうのも、そうですね、忍者スタイルがね、この系譜はちょっと楽さんといてほしいなという、いや、それは誰かを受け継いでほしいですね。東洋の神秘という形でね、まあ、こういったような形でね、歌舞伎さん、はい、全米にね、華々しくデビューして、まあ、その歌舞伎さんがあるからグレートムタというんです、はい、キャラクターが生み出されね、はい、まあ、こういったような形でアメリカで活躍して日本に戻ってきてからもこういったような活躍してたんでね、ちょっと歌舞伎さんのご紹介をねさせていただきました。そうですよね。またね、この動画を見ていただける方で、はい、歌舞伎こうやったみたいなね、あとも歌、はい、とかもね、そうですね、そういう形でコメントいただければ幸いです。はい、はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。